フアン・マルセイ・カルボーは、スペイン・バルセロナ出身の小説家、ジャーナリスト、脚本家、50年の世代の一人とされる。1933年1月8日に、フアン・ファネカ・ロカとして生まれたが、出産時に実母が成去し、マルセイ夫妻の養子となって、フアン・マルセイ・カルボーとなった。宝石賞の見習いとして働く傍ら、作品を発表し始める。その後パリに渡り、 スペイン語教師や翻訳、パスツール研究所の助手などをしながら、数年を過ごす。1960年に発表した、諸女作、エンセロドスコンウンソロジュグエテは、新人賞であるビブリオテイカ・ブレーベ賞の辞典となった。1965年、ウルタマス・タルデスコン・テレサにより、ビブリオテイカ・ブレーベ賞を受賞。1978年、ラムチャ・チャデラス・ブロガス・デオロにより、 プラネータ賞を受賞。1994年、エル・インブルーホで上海により、スペイン批評家協会賞を受賞。2000年、ロボースデ・ラガーティホにより、スペイン批評家協会賞、スペイン国民文学賞を受賞。2008年、セルバンテス賞を受賞。ありがとうございます。